お願い、ラストじゃないってか、これがラスト、多分もうお願い決まってくれ。くそ、マジか、お願い、もう捕まって。フラッシュはどこで手に入るんですか？ここは岩山トンネル。まあ、この岩山トンネルを経由して、まあ、シオンタウンに行くんだな。まあ、別に行きたくもない。暗い。それは前回動画でカットしたかわかんないけどさ、フラッシュっていう技を覚えてないポケモンいないと、ここ通れないんだわ。そういえば、フラッシュなんて技マシンあったっけ？探してこよう。待って、なんか、今無言でやってたんだけどさ、引き換え券のなんか自転車もらった。さ、なんか、ずっと前に引き換え券なの見たらもらってたね。そう、この自転車なんか普通に買うと500万すんだっけ？君の自転車かっこいい、羨ましいな。待って、僕もまだ見てないんだな、どんな自転車か。で、自転車もらったんだけどさ、乗ってみて、一回。どうやって乗るのこれ。あ、あった。リテは自転車に乗った。はーい、よーい。だって見てこれ。ロードが追いついてないもん。だってもう一回行くよ。ほら、女の子のロードが間に合ってないもん。すごすぎ。あ、技マシン19だって。これフラッシュじゃなかったら罪なんだけど、どうだろうな。フラッシュ。地球投げか。ワニリキとかが覚えるやつはな。フラッシュじゃないんだったら意味ないな。もうちょっと技マシン探してみっか。なんか意外と落ちてるかもしんない、そこら辺に。ね、みんな分かったかもしんない。これ多分だよ。あのね、多分だけど、前回の動画でそのなんか、大木戸博士の助手がいたじゃん。それでなんか、ポケモン30種類捕まえたら、なんかその、ダウジングロットあげるよって言ってたじゃん。だからそのダウジングロット使って、フラッシュの技マシーン探し当てるんじゃないかっていう説が今あるのね、自分の中で。だからまず、あと10種類ぐらい、ポケモン新しく捕まえます。いや、絶対レアポケモンじゃん。ケーシーってさ、ね、ケーシーってレアじゃない。絶対これ捕まないとダメだよね。これ絶対はぐれメタル的存在だよね。いきます。おやい、ケーシー捕まって。もうフラッシュさが、そうだよね。え？あ、テレポートってそういう効能があるんですね。効能って言っちゃった。なんか温泉みたいになっちゃった。絶対レアなポケモンだったじゃん。もう、マジで、精神的に参ってるんだって、マジで。フラッシュどこでゲットすんだよ。あ、なにこれ。ゼニガメを捕まえたって、ごめんね、ずっと無言でやってた。あのね、フラッシュを探してたらね、もう本当に精神参っちゃったのね。ゼニガメ捕まえてるの、人ってあり、一人います。ありがとうございます。ゼニガメニックネームつけますか？もちろん。まあ、もちろん、こんなんゼニでしょう。当たり前じゃん。ポケモンボックスワンに思いました。大丈夫でございます。ありがとうございます。もう、助けた誰か。ね、フラッシュってどうやってゲットさせんの？クソ神曲。あ、ケーシー来た。まただ、やった。絶対使わないと。これ電光石火ダメだ。死んじゃう、本当に。デコピンで死んじゃうから、モンスターボールに行くしかない。だからスーパーボールってこの頃ないのかな？行きます。頼む。お願い。やめてまだいけるよな。眠らせない？これ、アギャハでワンチャンかけるか。頼む。テレポートしないで。体当たり、体当たり、体当たり。覚えてる。覚えてて。あんま、ぐにゃー。ああ、人生って感じしていいね。来た！よし！今度こそ、絶対だ！頼む。アニャハで、まず、眠り粉は効くかな？効かなきゃまずい。効かなかったらモンスターボールおとなしく使います。お願いします。眠ってください。よし！眠ってしまった！グーグー眠っている！これであとは、毒好きとかやったら死ぬから、いや、今のうちに捕まるしかないか。お願いします。ほんとお願いします。お願いします。捕まってください。なんで寝てんのにてめえは出てこれるんだよ！お願い、マジでお願い。ほんとに捕まってほしい。なんかこいつ、よく見たらなんかフラッシュとか覚えてそう。お願い。
だからなんで動けんだお前。くそ、お前寝相が悪い、こいつマジで。お願い、ラストじゃない、ってか、これがラスト、多分、もうお願い、決まってくれ。くそ、マジか、お願い、もう使わって、フラッシュはどこで手に入るんですか？攻略サイト見ないとわかりません、こんな。ヒントが、どこにもないけど捕まった、ケイシーが。やったー。はぐれ撃たれ捕まえた。ドラゲやってる気分だ、マジで。ケイシー、念力ポケモン。結構重いな。1日に18時間眠る。危険が、ね、迫ると寝たままでもテレポートして逃げる。何それ。寝たままでもテレポートして逃げるだって。すご。ケイシー、ニックネームつけますか？はい。いや、こんな、ハグメタ言ったかでしょ。これでいいでしょ。こいつ倒したらさ、もしかしてさ、経験値めちゃくちゃにもらえる的なあれあるかな？どうだろう？そういうのあったりすんのかな？あったら面白いよな。なんだこいつは。スリープ。待って、やべえ。ゼニガメデビュー戦これダメだ。ちなみに、技マシーン使ってめちゃくちゃ強くしました。バブル光線で覚えてます。どうしよう。とりあえずモンボでいっか。まあ、一発で捕まるしね。別にいっか。いけ。お願い、捕まってくれ。こいつ、なんだ、絶対さ、眠らせてくれるじゃん、こいつ、名前からして。催眠術、な？で？で？眠ってしまった。かわいいね、寝顔もね。ま、なんか、ゼニガメなんか痩せこけてない？こいつ。もう疲れたね、このゼニガメ。大丈夫かよ？なんか、ご飯ちゃんと食べてんのかな？さあ、頼む。使ってくれ、お願い。いいでしょう。よーし、こいつ、眠らせるだけ眠らせて帰ったの、こいつ。スリープ、催眠ポケモン。長さ 1.0 メートル、重さ 32.4 キロ、人間じゃない、こいつ。いつも一緒に眠ってみると、時々昔食べた夢を見せてくれる夜がある。よくわかんねえや。ポケモンの瀕死状態は戦う元気がないだけで、八重切りなどの技を、いつものように使える。そうなんだ。あ、そうなんだ。初めて知った。そうなんだしか言ってねえや。ポケモンがフラッシュ覚えたら岩山トンネルが通れるね。そうだね。だそのフラッシュがないんだよ、今。僕、覚えてます？ほら、大きな数の助手です。ポケモン図鑑10種類集まっているの。なにこれ。ヒドマシン05を渡するように、博士が言われました。使えたポケモン、おい、全然多い。使えたポケモン26種類ですよ。頑張ったよ。これ渡します。待って、このヒドマシン05ってもしかしてさ、なんだったの今までの苦労は。なにこれ。嘘じゃん。誰が覚えるのちなみにフラッシュは。キングピカとアゲハか。フラッシュ。まあ、アゲハでいっか。ぶっちゃけね、どれも強いんだよ。超音波で混乱させて、眠り粉使って、しびれ粉やって、って。すごい害悪なタイプなんだよ、このアゲハって。だから、フラッシュも多分ね、めくらましで、相手の必中率を多分下げる技だと思うんだ。だから、しびれ粉いらないかな。今までありがとう。よーし、やっと覚えた。マジで。よーし、やっと覚え、なんだこれ。なにこれ。マックスアップ？ドーピングかいらない。おダグトレイン来た。ダグトレインが飛び出してきた。強い。これは強いぞ。いいのかこれ。まずは一回満タンの状態でやってみよっか。モンスターボール。いくよ。いけ。捕まれ。頼む。ポケモンにうまく当たらなかったらって。やめるか。ね。やめよう、もう。勝てない。いや、金ピカダメ。これダネか。ダネだよね。これダネで、ダネの鶴の道だ。間違いない。ダネの鶴の道です。だって、鳴き声使ってくんだよ。レベル31で。こんな奴が強いわけない。鶴の道。もう、殺すことしか考えてません。すいません。もう捕まえません。そうそう、野良のポケモンをさ、野生のポケモンを捕まえるって、普通に密漁なんですよね。これダメなんですよ、本当は。やっちゃダメなんですよ、皆さん。これで、いや、もう一回やってみてさ、ワンチャンないかな。当たる？お、入った！なんだ、入るじゃん。まあ、
あとモンストバイト3個しかないから、ラスト3、いや、ラスト2回だ。これで捕まんなかったら諦めます。お願い。捕まっとけよ、てめえはよ。お願い。ああ、やめた。もう知らねえ。ダグドレインだかなんだか知らねえけども。ぶっ飛ばすマジで。ほんと、もう許せない。くたばれバーカが。一番の高火力の、鶴の無知はもうぶっ飛ばしたっかな。もう外さないで。穴を掘る覚えてるのね、あなた。この子強い。強いよ、マジで。危な、マジで。クソ強なんだけど。一番レベル高いし、経験値上手かった。よし、やっとここまで来たぞ。ここは岩山トンネル。そう、こっからがスタートです。ずっとこの1時間とちょっと、ずーっと足ビームをしてました。いきます。で、ここで、ポケモンで、もうこれさ、触れてなかったけどさ、このなんか、メニューも怖くない？なんか赤になって。これで、アゲハの、フラッシュを使うと、まぶゆい光が、あたりを明るく照らす。明るい。こんなところの壁も見えなかったからね。壁とか岩も見えなかったからね。僕何言ってるかわかんない自分が。ただ歩く助けて。ただただ疲れた、マジで。よかった。負けちゃった。お、ゼニ。てん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 。うわ、もうかっこよ。なんてこいつ、ゼニガメの進化の姿。なんだっけこいつ。あ、カメールって言うんだ。あ、で、最終進化でカメックスか。ありがとう。負けてくれて。ちっちゃいポケモンが好き。おっきいのは怖いから嫌。なんとなくわかるわ。なんかわからなくもないよ、その気持ち。でもお前、ぬいぐるみとか多分おっきいのがいいでしょ。カビゴンのぬいぐるみとか家にあってみ。絶対抱きつきたくなるからね。こんにちは。この長いトンネル抜けるつもりか。はい。この地獄から抜け出そうと思います。早く。このゲームをやり始めて、だいたいそうですね。もう1時間と40分くらい経ちました。早くこの地獄から抜け出したいです。どうも、リテって言います。よろしくお願いします。お、ゴロン、新しい。よう、やっとだな。ここにいる奴ら、マジ、石粒って岩あく。あとなんだ？ワンリティぐらいしか持ってねえからな。なんか初めてなんか、新しいポケモンと巡り合えてよかった。いや、俺な、あざす。ここは岩山トンネル、花田シティ、シオンターン。下に行けば、シオンターンに着くということで。マジで長かった。本当に。めちゃめちゃに長かった。行きます。ここ。ん？ここは岩山トンネル。え？戻ってきてないよね。ああ山道久しぶりに歩いて、貧血気味なの。あ、なんか山、ずっと暗いところ歩いてたから、なんかその太陽の光に負けるみたいなやつによくあるよね。少女週末旅行のあの、ちととユーリみたいな、なんかずっと暗い闇を歩いてて、あの、夜だけど、外出たら月夜が明るくて、うわ、夜ってこんなに明るかったんだねって言ってたちととユーと同じ感じだね。こんにちは。一番怖いじゃん。もう、笑いながら殴りかかってくる人じゃん、この人。そういうタイプの人じゃん。一番怖いじゃん。待って、もう、ちょっとダンネのレベル上げよう。あ、でもダンネ寝てんのか、これもしかして今。あ、寝てないか、よかった。やめましょうよ。命がもったい、あ、おい、来てる。よっしゃー。無駄死にだね。恨むならトレーナー恨んでください。僕は何もしません。立ってただけです。実は、我々キノコ食べてしまってな。シャレにならないじゃん。お大事に。お大事にすまないか。我々キノコって。あ、ここからシオンタウンか。みんな気を引き締めていこうな。怖い BGM 流れるよ。閲覧注意な。見えないポケモンもよく見える。新製品、シルフスコープ。シルフカンパニー。だって、あ、ポケセンだ。お、こんにちは。最近ポケモンタワーに幽霊が出るらしいんだ。どうもラケット団に殺されたポケモンの幽霊らしい。ちょっと、ま、あのね、ずっとポケモンやってるから滑舌が悪くなっちゃってる。待って、シオンターン次回やろ。もう疲れた、普通に。疲れた、もう終わるわ、もう。人はね、あの、2時間半ぐらいポケモンやると、あの、精神が崩壊するってことが分かりました。ありがとうございました。ロケット団の連中、お金儲けのためならどんな悪いこともやるのさ。本当かな？カラクラの種族は骨をかぶってるだろ？あ、あれが高く売れるんだって。おめえもしかしてロケット団だな、おい。なんでそんなこと知ってんだ、おい。
で、カラカラのあの骨って、あれ、親の頭蓋骨らしいよ。これもほんとね。これほんとらしいよ。カラカラのお母さんがロケットマンから逃げるところ、私も見たわ。逃げる途中で殺されたわ。その殺された骨を被ってるのがその子供のカラカラなんだよねっていう話で締めるか。後味悪い。